カルシウム。カルシウムは原子番号20、原子量40.08の金属元素である。元素記号は CA 第二属元素に属し、アルカリド類金属の一種で、人を含む動物や植物の代表的なミネラル、必須元素であ。る。酸化数はわずかな例外を除き、常に E となる。比重1.55の非常に柔らかい金属で、 融点は840摂氏850度、沸点は1480摂氏1490度、異なる実験値あり。標準状態での結晶構造は、免震立方合子構造。単体を空気中で放置すると酸素、水に酸化炭素と反応して腐食するため、不活性ガスを充填した状態で販売される。こういう中で保存することもある。 空気中で加熱すると炎を上げて燃焼する。水に加えると容易に反応して水素を発生する。生成した水酸化カルシウム水溶液は石灰水と呼ぶ。石灰水に二酸化炭素を通すと炭酸カルシウムの白い沈殿を生じる。この状態から過剰に二酸化炭素を加えると沈殿は溶けて溶液となる。この反応は可学的であり。 加熱すると、再び炭酸カルシウムの沈殿を生じる。ハロゲンとは、気相中で直接反応し、ハロゲン化物を生成する。アルコールに溶解して、カルシウムアルコキシド、液体アンモニアに溶解して、ヘキサンミンカルシウム、となる。水と容易に反応して、水素を発生するため、アルカリド類金属として、危険物、第三類、菌水性物質に指定されている。 カルシウムは古代ローマ時代から、カルックス、カルックスという名前で知られ、科学的な性質を化合物の形で利用されていた。ラボアジエの33元素にもライム、酸化カルシウムが含まれている。石灰、炭酸カルシウムを主成分とする石灰岩や大理石は、耐久性と加工性のバランスが良く、ピラミッドやパルテノン神殿などで石材として利用されている。しかし、 カルシウムの科学的性質を活用した最初の例としては、セメントの発明を挙げるべきだろう。人類最初のセメントとして9000年前のイスラエルで使われていた気候性セメントが知られている。これは砕いた石灰岩を熱して酸化カルシウムを生成させ、思考後にこれが空気中の水分や炭酸ガスと反応して炭酸カルシウムとなることを利用して硬化させる。 現在に近い水を加え水酸化カルシウムを生成させる水構性セメントは5000年前の中国や4000年前の古代ローマで利用され同じ頃にピラミッド建設には小石膏硫酸カルシウムの水和藩を利用する漆喰が用いられたこのようにカルシウムは広く利用され身近な物質だったが金属として管理するには電気分解の登場を待つ必要があった 1808年、ハンフリーデービーが生石灰を酸化水銀と共に溶融電解し、金属カルシウムを得ることに成功した。カルシウムの名は、石を意味する、ラテン語のカルックスから展示石灰を意味したカルシエシスに由来する。セメントモルタルなど、建設、建築用資材として多用され、現在でも使用量の大部分をコンクリート製品が占める。 日本の生根生産量は、ピーク時、1990年には、約2億立方メートルに達し入る。多くの用途があるが、金属元素としての需要はマグネシウムに劣る。カルシウムの原子番号20番は、陽子の魔法数であり、安定同位体が4種と多い。さらに、中性子も魔法数である20魔法数の同位体を2つ、CA、CA 持っている。CA は、 安定各種の列から外れた位置にあるにもかかわらず、天然存在率が約97%と著しく高い。一方の CA も周囲を単寿命各種に囲まれながら、半減期430経年と極端に安定していて、存在率も CA の数十倍である。カルシウムは古典的なクラーク数で第5位に位置し、近く中の存在率は3.39。 パーセントとされていた。現在は地球温暖化の主要因となる二酸化炭素を炭酸カルシウムとして封じ込める役を持つとして席が高まっている。石灰岩の成因は無生物的に海水中の4反応のほかサンゴムシが形成する外骨格に由来するサンゴ礁の寄与が大きいと考えられている。石灰岩中の二酸化炭素は 自然界では火山による熱変性作用や小乳洞で見られるような溶質により大気中に放出されるが炭酸水素イオンとして水系に取り込まれやすいため短期間でカルシウムやマグネシウムなどと南洋性状を生成し再び固定される。カルシウムは深刻細胞生物にとって必須元素であり植物にとっても肥料として必要である。 人体の構成成分としてのカルシウムは、成人男性の場合で、約1キログラムを占める。主に骨や歯として、ヒドルキシアパタイト CA、ポ、OH の形で存在する。生体内のカルシウムは、有利型、タンパク質結合型、沈着型で存在する。人をはじめとする、脊椎動物では、主に骨質として、大量の沈着型がストックされているが、 細胞内のカルシウムイオンは外より極端に濃度が低くその差は3桁に達する同様の濃度差はカリウムとナトリウムでも見られるがカルシウムでは細胞内濃度が厳密に保たれているこれは深刻細胞内の情報伝達を担うカルシウムシグナリングのためと考えられていて細胞膜にカルシウムイオンを排出するカルシウムチャンネルが備えられている筋肉細胞では 収縮に関わる、タンパク質、トロポニンに結合することが不可欠である。カルシウムイオンは、細胞内液にはほとんど存在せず、細胞外からのカルシウムイオンの流入や、細胞内の小胞体に蓄えられた、カルシウムイオンの放出は、様々なシグナルとしての生理的機能がある。植物細胞では、乾燥中あたり1.8%程度のカルシウムを含む、 植物においてカルシウムはイオンとして存在し、主に細胞壁、細胞膜外、液胞、小胞体に多く分布する一方、サイトゾル内の濃度は低く保たれている。植物細胞におけるカルシウムの生理作用は以下の4点である。カルシウムは瓶や量として体外に排泄されるため、これを補う最低必要摂取量として、 日本の厚生労働省は1日に 700mg、骨粗症症予防には 800mg を推奨を挙げている。いくつかの症状に対し、医薬品として処方されることがある。定番となっている胃の生産薬以外にも、カルシウム欠乏による筋肉の痙攣、来る病、骨軟化症、低カルシウム欠症、骨粗症症の治療に、主に経口摂取で用いるほか、 血液中のリン酸濃度を抑制したい場合に用いる。また、栄養補助食品も広く販売されており、病気治療で食事制限中だったり、重度の骨粗しょう症で大量摂取したいとき、食事量が落ちた高齢者などで効果が期待できる。健常者では、体液内濃度は平行に保たれ、妊娠期の女性も、食物からの吸収能力が自然に増すため、 偏った食生活でなければ、追加摂取は必要ない。一方、過剰摂取は、高カルシウム血症や人血石、ミルクアルカリ症候群の原因となるため、1日、摂取許容量上限として 2300mg が示されている。カルシウムの血中濃度が正常範囲を外れているならば、骨からの出し入れ量を調節する副甲状腺機能の異常などが疑われる。 推奨摂取量は様々に推定されているが長い。期間での観察研究が不足しており、牛乳には健康上の懸念があるため、健康的で安全なカルシウムの源はまだ確立されていない。1000mg を推奨するような大量のカルシウムの摂取は疑問視されており、それは骨折リスクが減少しないという証拠が集まっていることによる。 2002年の世界保健機関の報告書では、動物性タンパク質の摂取量が 60g から 20g へと 40g 減少すると、カルシウム必要量が 240mg 減少し、同様にナトリウムが 2.3g 減少すると、必要量は 240mg 減少するという、推定がある。カルシウムは必須元素として、以上の効果を期待され、 いくつもの疫学調査が行われている。骨粗しょう症診療ガイドラインでは、カルシウムのサプリメントの摂取は骨密度を2%増やすが、骨折率には変化がないので、進められる根拠がない、グレード C に分類される。ハーバード大学の公衆衛生大学院によれば、カルシウム摂取のために、乳製品が最も良い選択かは明らかではないとする。 乳製品以外のカルシウムの摂取源として、コラード、チンゲン菜、豆乳、ベイクドビーンズが挙げられている。ビタミン D は、小腸の腸細胞の矢は毛を通じて、カルシウムを吸収する際に、カルシウム結合タンパクの量を増加させる、カルシウム吸収の要因として重要である。ビタミン D は、腎臓において尿からカルシウムが損失することを抑制する。 二つの無作為化比較試験の国際、国蘭共同計画によるメタ分析によると、カルシウムは大腸選手性ポリープをある程度抑制し得るかもしれないことが発見された。最近の研究結果は矛盾したものであるが、一つはビタミン D の抗がん効果について肯定的なものであり、ラプほかガンのリスクに対してカルシウムのみから独立した。 肯定的作用を行っているとしものである、以下の2番目の研究を参照のこと。ある無作為化比較試験は、1000mg のカルシウム成分と4 0 0ウのビタミン D3 は大腸がんに何も効果を示さなかった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。